間に合ってるかわからないけどハッピーハロウィーン。この度秋のフルーツをたくさん手に入れたので、メロンのコンソメや焼きみかんのムース、黒いちじくのショートケーキをはじめとしたお菓子を机に集めてハロウィンパーティーを開催しました。買っちゃった買っちゃった、長野パープル、クラウンメロン、黒いちじくをはじめ秋のフルーツの皆さんです。クラウンメロンめっちゃ安く手に入った、やった。これを超贅沢にコンソメにしていきたいと思います。コンソメっていうとね、えポテチって思う人はいっぱいいると思うんですけど、ポテチではないんですよね。そのコンソメってあのフレンチのそうスープ、なんかコンソメの定義って今調べるわ、出ました、フランス語で完成されたという意味で、そのまま飲んでも美味しいスープとして親しまれています。だから完成されたものは全部コンソメなんですよ。今後なんか完成したら、まあ、サクラドファミリアとかが完成したらコンソメって呼びましょう、うん、このようにしてハンドブレンダーにかけたクラウンメロンの果汁を布にこし1日置き、贅沢なエキスを抽出していく。続いてみかんのムースを作っていく。今回はみかんの香りを最大限に生かすため皮も使っていく。まずヘタを全部取って、時代も時代ですのでみかんの皮は好きな剥き方で剥いてもらうのが一番いいと思います。皮の表面を直火で炙っていく。直火で炙っているとだんだん真っ黒になってきます。皮が8割ぐらい炭化したなと思ったら 500ml の水の中に次から次へと沈めていきます。この皮が真っ黒になってくると焼き芋みたいな香ばしいカラメルっぽい香りがさらにプラスされる。この香りをしっかり水に移すためにイタリアップをして1日置きましょう。みかんは薄皮を剥くのがめんどくさいので先に全てブレンダーにかけてから後でこすという妙案です。こうやって見るとやっぱりみかんってすごい綺麗なオレンジ色をしてはりますわ。このみかん果汁を半量ぐらいになってとろみがつくまで煮詰めていく。ここでちょっと衝撃発言をさせてほしいのですが、このみかんムースの方はあまりレシピがうまくいっていないので、レシピはここでは公開しないことにしました。なので今はあなたたちは私がやったことをただ見ているだけというそういう状態ですね。何らかの液体を何らかの液体に入れて、まあ、いろんなところに移動させて、そういうのを見てもらえたらと思っています。煮詰めたみかん果汁はここで入れました。溶かした板ゼラチンで固めるということですね。この得体の知れない謎のみかん味の液体を容器に注ぎ冷蔵庫で冷やし固める。奇跡は起こるのでしょうか。前日に皮の香りを移しておいた水を鍋に入れ温めてアールグレーを入れます。アールグレーってベルガモットの香りがいいんですよね。これは世にも珍しいティーバッグ湯切りですね。氷水で戻しておいた板ゼラチンを加える。溶かしたら少しだけ冷まして先ほどのムースの上に静かに注ぐ。熱いうちに入れちゃうとムースが溶けてであんまり見た目が良くなくなると思います。続いてメレンゲを作るために卵を割って黄身を別のとこに置いておきましょう。清潔な手。メレンゲはイタリアンメレンゲで作るのでグラニュー糖に水を加えて118度になるまで加熱する。砂糖水が100度を超え始めたら泡立て始めましょう。卵白を泡立てすぎてしまうと分離してしまうのでその辺は頃合いを見ながらやってください。118度になったら火から下ろしてメレンゲを混ぜているところにシロップを少しずつ注いで混ぜるということを繰り返してください。はい、これがイタリアンメレンゲです。メレンゲはやっぱり角が立つまで泡立てたいということで、ピンと角が立ったら竹炭パウダーを加えてさらに混ぜます。竹炭パウダーが溶けきるまで混ぜます。ツヤがあって角が立っている美しいという状態になったら、シルパッドでもいいしオーブンシートにメレンゲを広げたり絞ったりしていく。シルパンじゃなくてシルパッドですね。間違いないようにしてください。シルパンじゃなくてシルパッド。いやここでシルパンはいかないでしょっていうね。100度に予熱したオーブンで4時間加熱した後一晩そのまま置いておきましょう、まあ、メレンゲ側の視点なんですけども、オーブンで一晩寝かせた後は笑顔で迎え入れてあげましょう。竹炭メレンゲはこれで完成。続いて長野パープルのゼリーがけを作っていく。長野パープルを皮ごとピューレにし、その一方で板ゼラチンを氷水につけて戻しておこう。長野パープルのピューレと板ゼラチンを鍋の中に入れて弱火で加熱する。板ゼラチンが完全に溶けたら長野パープルにちっちゃいフォークを刺してこの液体をまとわせる。冷やしてつけてを繰り返して満足するぐらいこのゼリーをまとわせることができたら冷蔵庫で冷やしておこう。続いて黒いちじくのショートケーキを作っていく。卵と砂糖と水飴をボウルに入れ、人肌程度になるまで湯煎で温めながら溶かしていく。ショートケーキの生地はそのきめ細やかさと軽さが非常に大事になってくるので、ここで人肌程度に温めておくことでより泡立ちが良くなるように工夫しているのである。泡立ての目安は白っぽくなってムースみたいな美味しそうな見た目になったらといったところでしょうかね。そういう生物の本能的な感覚って割と当てになりますからね。最後の2分ぐらいはミキサーの低速でキメを整えよう。生地の一部をバターに入れてなじませておきます。ふるって置いておいた溶くたがらがさを一気に入れ、さっくりと混ぜる。これは割としっかり混ぜておくて粉気がなくなって生地にツヤが出るぐらい
この感じなんですけど、そしたらさっきの溶かしバターを生地に加えて手早くなじませます。ここは混ぜすぎると生地がだれてしまうので注意。言わずもがな事前準備してもらった型にクッキングシートを敷いておいたものに生地を注いでいく。暴力的な表現が苦手な人はすいません。台に打ち付けて大きな泡を潰しておく。180度で予熱して170度のオーブンで25分程度加熱。焼き具合はおのおので確認してもらって、ちょっとだけ焼きすぎてますね。暴力的ですいません。台に打ち付けて逆さにして休ませておく。続いてスポンジに打つシロップを作っていく。作り方は簡単で、黒いちじくの皮をちっちゃい鍋に入れて、そこに水を加え加熱して、皮の色が水に十分に移ったら火から下ろし、砂糖水を沸騰させ混ぜ合わせる。最後にキルシュも加える。ショートケーキは一体感が一番大事だなと思っていて、黒いちじくのショートケーキということなので、皮からエキスを取ってシロップにして一体感を出していきたい。続いて生クリームを泡立てていく。冷やしておいた生クリームと砂糖をボウルに加え、ハンドミキサーで泡立てていく。ここで Today's Class Point、 硬さですね、8分立てぐらいにしておいて、適宜泡立て器で硬さを調節していく感じでいきましょう。このものを1センチの厚さにカットする専用の棒2本を使って、このスポンジケーキを1センチの厚さにカットしていく。使うのは3枚です。スポンジをケーキ台に乗せて、黒いちじくの皮のシロップを全体に打つ。固めに泡立てた生クリームを、名前のないこの銀のヘラを使って塗り伸ばし、いちじくを並べ、さらにクリームを重ねる。以上の工程をもう一度繰り返す。ここで黒いちじくって何なのかっていうのを説明すると、まあいちじくの黒いバージョンなんですけど、皮が薄くて身がトロトロで濃厚で甘くてめっちゃ美味しいいちじくっていう感じですね。私も 1,2 年前ぐらいに初めて知った概念で、初めて食べて美味しすぎてからずっと好きな果物の一つです。最後にシロップを打ったら何が始まるのか。そう、ナッペ。ナッペは多少柔らかめのクリームでやった方が見栄えが綺麗になる。いやでもナッペは本当にいつになっても上達しないですね。何なんだろうか。意味を知らなくてもこれぐらい言っとけばナッペって意味は伝わったと思います。あとは適当にクリームを絞って黒いちじくを適当に飾る。まあ、これをどこに置くかが一番キーポイントとなるのかもしれないかなと思いますね。いやどこに置こうかな、どうしよう。あ、ここですね。やはりケーキの飾り付けとかも美味しそうに見えるかどうかっていうのが大事かなと思っていますね。美味しそうに見えるからこそ美しいみたいな、そういう本能的なところは信頼できますからね。絞り器の大きさとかを変えたりして、黒いちじくをたくさん持ったり、レッドカラントとかも置いたりして、ハロウィンらしくちょっとグロめな見た目にしておきました。黒いちじくのショートケーキができました。前日に仕込んでおいたクラウンメロンのコンソメをグラスに注いで完成。長野パープルのゼリー、竹炭メレンゲ、クラウンメロンのコンソメ、みかんのムース、黒いちじくのショートケーキ、それぞれの色合いがいい感じに黒くてとても可愛いセルフハロウィン大会を開催することができました。気になるショートケーキの断面はこんな感じ、可愛いですね。実食。いただきます。それでは何から食べていこうか。ショートケーキ、うん、ショートケーキからいきましょう。私が大事にしている一体感はいかがだろうか。うん、クリームと生地とイチジクとのバランスがちょうどいい。一体感があって生地も口どけが良いので、うん、パクパクいけてしまう。うん、あっという間に完食。長野パープルのゼリーがけはどうだろうか。うん、長野パープルの皮のうまさと濃厚さがギュッと詰まっていて美味しい。っていうかそもそも長野パープルってめっちゃ美味しいんだよな。竹炭メレンゲは軽くてサクサク。みかんムースも食べてみよう。うん、みかんを感じる。焼いた皮の香ばしさがカラメルみたい。ザラついてる。はい、なんかザラついてました。ゆっくりクラウンメロンのエキスを抽出したコンソメはいかがだろうか。うん、メロンの芳醇な香り、清涼感、美味しいところだけが全部抽出されてめちゃくちゃ美味しいですね。圧倒的に1位。後味までずっと美味しいな。竹炭メレンゲはたくさん焼いたので、まあ気が済むまで食べよう。竹炭はもちろん味がしないので普通のメレンゲクッキーって感じで、うまい。いやー素晴らしい、楽しいセルフハロウィン大会でした。万歳。